うちのキャンプは障害を持つ子もいっぱい来ますよね。やっぱり斧を持たせるのは斧を持っ苦手、怖いだとか腰が痛いとか、斧を持たせるのはちょっと厳しいなと思ってね、こうセットしてあげて離して、よし頑張れ、もうちょっと、これこれこれ、おーやったねーって言ってあげられます。いい腰としないで、手によってお家でも。皆さんこんにちは、ヒゲッチキャンプ場の伊藤幸太郎です。幸ちゃんマンと呼ばれています。今日は薪割り道具を紹介します。ロゴソルのログスプリッターっていうやつです。こんなやつです。丸太を製材したりとか、そういう機材を作るのが得意なメーカーですね。こんな感じの商品です。まず丸太の台にこのユニットをセットして、で薪を割ると。で割るときにこの部分を丸太に突き当てて、突き当てたままこのウェイト、重りを上から下へガンガンとやりながらこう打ち込んでって割るっていうね、そういう道具です。セットに少し手間がかかるとしても、まあ1回セットしたらほとんどセット外すことないと思うので、まあ薪のねかな。まあいろんな薪割り方法がある中で、斧を持つのが苦手だとか怖いだとか、そういう方、もしくは腰が痛いとか、斧の方が自由な感じで薪は割れるんですけど、要するにそれが叶わない方、それでは難しいっていう方にはこういう道具もありますよっていうことで、選択肢にはなると思うんですよね。薪の割り方って一通りじゃないから、いろんな方法を知って、その中で自分はどれを選択するか。今日はこれで、まあ、日本で手に入りやすい杉の丸太を割れるのかっていうね、そんなセットから一連流れをご覧いただこうと思います。まずは中身を確認してみます。開ける、説明書というか、カタログですね、カタログが入ってる。で、ユーザーインストラクション。これが説明書ですね、説明書入ってる。スウェーデンのメーカー、ロゴソルね。だスウェーデンって丸太大国ですよね。だそこから来てる道具なんで、それなりに期待していいと思うんですけど、まあ、日本とは環境が違うのでね。あ、ちなみに、こんな感じで、いろんな製材道具、薪割り道具、製材道具を作ってる会社ってことになります。スパナが入ってます。ちょっとこれどけましょう。でこれはね、切り、20ミリの穴を12センチぐらい掘れって書いてあるんだよな、書いてあるので、そのための切りもちゃんと入ってます。ドリルの刃ですね。でこれか、これが斧部分なんで結構鋭いですよね。でこれで大きい薪割ったり、手前で小さい薪割ったりっていう、刃が結構しっかり、しっかりついてるものなので取り扱いには注意しましょう。これがハンマー部分ですね。ハンマー、この部品はおそらくクッションゴムみたいな役割、あ、ここに取り付けるクッションゴムですね。なるほど、だからここに取り付けるわけだ。じゃあやってみます。でまずは切りで穴を開ける。でこれ、六角になってるんで普通のドリルでいいです。インパクト、普通のドリルのトルクの高いやつか、インパクトドリル、私はインパクトでやってみます。12センチ掘れっていうので、12センチってどのぐらいか測ると、まあキリ1杯ぐらい、このキリの長さ1杯ぐらいまで掘っちゃっていいってことになります。結構大変だよね。でこれ垂直に掘らないと不便なはずだから、垂直に掘る努力を私もしますけど、まあそうならなかったらごめんなさい。じゃあやってみます。この辺ですよね、垂直に。お、キリが抜けなくなっちゃいました。よいしょ、このワッシャー類を入れて穴に差し込み、これだけです。次はこの重要な部品を
取り付けます。一回バラす、バラす、バラし、これどうやって固定できるんだ、これはめるんだけど、ちょっと待って、これはね、一個予備みたいね、スペアパーツ、あ、書いてある、エキストラとスペアパーツって書いてある、これ一個スペアパーツで、これはしっかりねじ込んじゃっていいんだ。付属のスパナがを使います。付属のスパナ、手締めで結構多いですね。で、この重りを入れる。これでセット完了です。はい、これでセットができました。でセットができました。これすごくよくできてて、下までこれ行き切ってないんですよ、刃がね。でどうしたってここで止まるので、手を挟むことが少ない、まあ、実際は薪が下にあってそこに手を入れちゃってたら薪の分だけ手が上がっちゃうから指切れちゃうんですけど、まあひとまず何もない状態でね、こうやって手をバンって指を切ったりする可能性は低いという設計になってます。あとはこうやって外れるので、位置が外れるから外しておいてセットして持ち上げながら一回置く、割りたいところに置いて、であとはこれを上から下へ落とすだけです。実際にスマートスプリッターを使ってみます。ご覧の通り割れた薪がいっぱいすでにあるんですけど、これこれの撮影用でね使って、大割りはもうしちゃったんで、これを小割りにします。こうやってスライドしてずらすことができるので、まあずらしておいてセットしたら刃を持ち上げて当てがってこれを落とすだけです。で力を加えて落としてもいいし、重さだけで、今重さだけで落としてます。割れましたよね。こんな感じで割れるんですよね。刃をセットする、上げる、落とす、上げる、落とす、で割れねえなと思ったら力入れます。割れますね。あとはこれも薪割りの基本なんですけど、最初からど真ん中狙わないで、これヘリに今セットしますね。ヘリ、割り合いヘリにセットします。ヘリにセットしたので、これでやると同じぐらいの太さでも、ちょっと待って、割れてます。最初からど真ん中で綺麗に割ろうとしないで、やっぱり弱らせて割るっていう発想、例えば薪ってこうやって割れ入ってますよね。これ見えるかな、割れが入ってるんだけど、割れが入ってるのに沿って割れるっていう、当たり前なんだけどそれ狙うんですよね。これ割れが入ってるところに合わせました。ただ落としてるだけです。ただ落としてるだけ、力加えてないです。ね、割れますよね。そんな風にして薪の
割ろうとしているものの特性を見てね、割るっていうことも重要です。でそんなことで、これスマートスプリッターのいいところはもう安全ですよね。この重りを落とすことによって割るので、よくできてるよこれ。ただキャンプに持っていくっていうよりも、例えばキャンプ場みたいなところに置いておいて、お客さんに薪割り体験の時に、ああこういうものあるんだって、そういう使い方がいいと思います。もしくはお家で薪ストーブ使ってらっしゃるお家、斧を何度も何度も振るのはつらいだったら、これ一つセットしておこうかというふうな使い方がいいと思いました。で、斧とこっち、俺だったらどっち選ぶって言ったら斧を選びます。あ、間違いなく斧を選びます。斧で割る技術があって、斧を何種類も用意して選べる、斧も選べるし、樹種によって力加減もできるっていう人は明らかに斧の方がいいと思います。なんですけど、女性ですとかね、あの斧を持つにはちょっと心もとない方、それでも薪割りをしたい、薪割りが必要であるっていう時にはこれは役立つと思います。これは本当にそう思います。手前のここのこの小さいところ、これでね細かく割ることもできるんですよ。ね、こうやってしゃがんだ姿勢でもできるけど、まあ、実際これを持ち上げるのにそれなりに力がいります。歯を落としても指は当たんないです。ただ気をつけなきゃいけないのは、おそらくこういう動き、こうやっていろいろやろうとしてて、ここにもう手を置いた時に落としちゃったら、これはもう明らかに一発で指がいっちゃうので、これは注意が必要だと思いました、ね、なのであくまでも何もない状態でセットする、 手とか体がない状態でセットしてあげる、うん、で間違えてね、まさか持ち上げてる時にこの下を手が通らないように、それは注意をした方がいいです。これがあれば安心して薪を割れるっていうね。例えば薪ストーブあるお家で力のあるお父さんとかね、男性がガンガン割ると、でちょっと足んねえなっていう時に、もう一割したいなっていう時に、お家の人、お母さんですとかおばあちゃんとか、うん、お子さんがやる時には、じゃあこれ使おうって言って、このもうすでに割れてるやつをもうちょっと小さく割りたいなっていう時にはね、これすごい役立つと思うんですよね。あとは小径木、多分直径でいうと12センチ
から15センチぐらいまでのものだったら丸木でもこれで割れるので、これで割れるの、いやもっと太いのも割れるんだけど、太いのを割るにはやっぱり力もいるんですよね、そういう感じです。私は買ってまでいらねえだろうと思ってたけど、こうやってご提供いただいてっていうのは、メーカーから提供してもらったわけじゃなくて、撮影でこのシーンで使うので、撮影でいらなくなったから置いてってもらったみたいな、そういう慣れ初めだとしても、もうこれ力のない人がおぼつかない感じで斧を使うよりはずっとこれの方がいいと思いましたね。どんな道具もメリットデメリットがあるから、まるでダメな道具ってないですよね。今までまるでダメな道具に出会ったことないです。道具ってどうやって決まるかって言ったら、道具って使い手と材料、つまり母材、使い手と母材と、でそれに対してどういうアプローチをしたいのかっていうことで道具の選択肢があるっていうことだから、その選択肢の一つには間違いなくこれ入れてあげていいと思います。高さで言うとこんな長い薪も入るんですよ。これ2の4の60センチの高さ、なんならここでこれでもできるけれども、こんな高いところまで、いや見えねえ、細かいところ、ここにブッシュが入ってるし、ここも樹脂のね緩衝材が入ってるし、でこの鉄の棒もこうやって動くんですよ。だから持ち上げた時に間違えてガーンって全部持ち上がんない、うん、そうやって、クッションっていうか、こう力任せになりすぎないような、いろんな工夫がされてる、さすがスウェーデンの薪割り道具だなっていう感じがしました、ね。あとはこの小さいとこ使えるのいいじゃないですか、ね、これで細かい薪割るっていうのもできるからね、メインの道具にはしないけどお家に置いといて、つまり薪ストーブとか使う方、私も薪ストーブ何だんだ1、2、3、4台あるか、薪ストーブ何台も使ってますけど、例えばね、これうちのキャンプ場のスタッフでもガン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 斧触れるやつはいいですよ、うん、そうじゃなくて斧をガンガン振ることはできないけど、これだったらね、恐怖心もなく使えるんだったらこれ使って割るっていうのもいいと思いました、うん。あとこれキーキー言うでしょ、これ多分ねここに油を刺すとかシリコンスプレーとか、レールにね、それぞれのレールにシリコンスプレーとか塗っとくといいと思います。あとはセッティングのところのね、少し注意をします。セットするときに私自分がかがんで、この重りをかがんで取りたくないから、台の高さはこれ40センチぐらいあるんです。でマニュアルによると35センチぐらいの台を用意しましょうって言ってる。台の選び方っていうのは斧で薪を割る時の台の高さの選び方と全く同じですね。背が低い方は、低めの台、低めにした方がいいと思います。なぜかって言ったら背が低いのに最初から高い位置にあるとこれ持ち上げきれないですよね、うん。だからそうやってこの台の高さは調整してお決めになったらいいと思います。軽かったり小さくない方がいいですね。なるべく大きいやつを台にしてあげた方が、安定がいいのでね。であんまり小さかったり低かったりすると台が軽くなって、ひょっとしたらこれの重さで振りながらこれが倒れちゃうっていう可能性もあるからね、そこは注意がいるかなと思いました。はい、というわけでスマートスプリッター、やってみた動画はやらないって言ったけど、やってみた動画のつもりなくて、この道具を紹介したいっていうね、そういうコンセプトです。頭の中に浮かぶんですよね、ああこれだったらあの子でもこれならできるなとか、ああこれあいつでもこれだったら大丈夫かなとかね、いろんなことを思い浮かぶと、やっぱり道具ってね選択肢ですよね。あの人にはこの道具がいいな、あいつにはあれがいいなとかね、そうやってアドバイスができる、つまり薪割りを体験するっていうこと、斧を使うではなくて薪割りを体験するっていうことを考えると、やっぱり道具は何種類もあった方がいいと思います、ね。例えばキンドリングクラッカー、
これ私じゃあ自分が使うかって言ったら多分使わないです。自分は斧を使います。なんだけどこれがね、これがあれば巻き割りできるよっていう人がいるんだったらこれ使わせてあげますよね。こうやって使えるんだから、ね、これなら安心っていう人がいるんだったらこれも選択肢ですよね。だこれでもいいし、これでもいいし、斧でもいいし、もう一つ鎖っていう方法もあります。私もでっかいやつ、でっかいやつは、でっかいやつを手割りするときには、迷いなく鎖を使います。で鎖もこれ 何個も用意して、今いくつ、キャンプ場自体には5つぐらい用意してあって、で鎖1個じゃなくて鎖は1個以上2個3個用意してください。なんでかって言ったら鎖はまっちゃうんですよね。はまっちゃった時にそれをレスキューするための別の鎖が必要になってくる、なので、そんな風にねいくつか用意しておくといいと思います。いろんな巻き割りの方法がある中で斧でどうやるかばっかり考えないで、他に例えばね、うちの奥さんでもやれる方法ないかなって考えてあげたら、これとかキンドリングクラッカーとか、この、スマートウェッジか、スマートスプリッターありですよね。例えばこれで薪を割るときにね、私なんか想定するのは、うちのキャンプは障害を持つ子もいっぱい来ますよね。そういうときにやっぱり斧を持たせるのはちょっと厳しいなと思います。なんだけどこれを薪をねこうセットしてあげて、セットしたらこれ持ち上げて離して、よし頑張れ、よし頑張れ、もうちょっと、もうちょっと、頑張れ、もうちょっと、もうちょっと、これで、おーやったねーって言ってあげられますよね。そのためにこの道具ありです。大あり。むしろっていうかね、斧に固執しないで、相手によっていろんな道具を選べるようにしてあげるっていうのは、まあ、私はキャンプ場やってて人とキャンプをやるのが仕事なので、それは必要だとしても、お家でも薪ストーブの薪をちょっとワーローって、裏庭でやーローって、例えば6年生なり5年生のこれなら使っていいよって、そしたら薪ストーブの薪を作るのに参加できるじゃないですか。ね、そういうことなんです。斧を使えないから、それ斧が使えるようになるまではお前は触らせないよって、これも方針としてありだと思いますけど、ね、これさえあればうちの子も経験できるんだったら一つだけ用意しておくのも手かなと、そういう道具です。私はね、道具のレビューに向いてないと思いますよね。やっぱりこの道具は誰にいいかなって考えちゃうから、あ、これだったらあの子でもできるとか、これだったらいろんな道具がありますから ね。あとはね、腰が痛いとかかがみたくないとか、そういう時あるよね。そういう時はやっぱりこういうのいいですよね。腰を痛めても薪ストーブは燃やさないと寒いわけだから、ね、そしたら立ち位置で高めにセットしておいて、立ち位置でできる割り方でやってあげるっていうのもいい手かなと思います。さあ、じゃあ今日はこのぐらいにしておきます。鶏じゃねえでしょ。ここへ来てね、やっぱり薪の扱いとか、あの薪を割るとか斧を使うとか、そういう時にね、どういう方法がいいのかっていう相談も結構寄せられるので、また一つ道具をお伝えしました。薪を割る、要するに割れれば何だっていいんですから。よっぽどきついときはね、チェーンソー使いますよね。あの薪を、これ丸太をね、縦にチェーンソーを使って切って薪にするっていうこともあります。それに何使うかと、20トン以上、シリンダーのね、大きさの計算俺できないからわかんないんだけど、20トンぐらいはあるであろうエンジン薪割り機も使えますしね。そう考えると何使う？ナタ使う、斧使う、チェーンソーを使う、くさび使う、キンドリングクラッカー使う、スマートスプリッター、
バットスプリッター使う。あと何使うかな。